みなさん、こんにちは、せんちゃんです。みなさん、いつもせんちゃん動画見てくれてコメントまでありがとうございます。今日は火曜日、31日ですね。明日が31日、もう早いですね。今日は、5月の早いですね。今日は、鹿屋はとってもいい天気ですね。私は毎日さつまいも苗切るお母さんと旦那さんで3人さつまいも苗切ます。今日は鹿屋とっても暑い。皆さん暑い暑い。皆さん見て、私だよこれは。お母さんと一緒で、最近私はね、もう毎日もち米食べましたよ。めっちゃ大きいなったよ。私は体重も重いなった。お仕事も遅いなった。今はね、私とお母さんはさつまいも、今、黄金さんの切ります。またね、毎日忙しいで動画アップしないで、皆さんちょっと待ってね、もうちょっとですね。まあ、自分たちはちょっと、もうちょっとは終わり、命名でカラスとか、カラスのところは、カラスのところを命名して、あと、さつまいも種、来年の種、種で倍の切って植えますですね。これはめっちゃいいの苗、倍の苗ですね。今度私ね、畑、雨前でもっと朝し、雨前にみんな畑回って見せたいです。はい。皆さん、今、夕方ですね。もう、5時になったら、私、100円野菜の収穫、100円の野菜準備ですね。今、ここ畑来ます。ここ見て、皆さん、黄色いの花にね、ラオスのパクチーの花ですね。私、取って、種のするですね。来年の種、いっぱい取った。もう天気予報見たら毎日雨ですね。台風も明けて、もう台風だ。今度私とお母さん、旦那さん、早くかまして、直するパクチーの種いっぱい。皆さん、パクチーの種見てことある？こんな感じだよ。また私干して、また皆さんに見せたいですね。もうよっと黒になっただよ。私、旦那さんもね、始めたら、一生懸命で手伝いしてるよ。やってことないだよ、これ。あとでまた私の見て。ฝนตกขึ้นน่ะทันเลยเอาแต่ผมจำไม่หนัง
真っ暗で追わないかった。軽トラックの一台タクシーのためですね。明日から雨、いろんな忙しいなった。ここに帰る。これはね、ラオスのタクシーだよ。スリー、また今度。すごい、まだまだ終わってないです。もうちょっとあんまヒレ取れないかった。また今度。これもね、高菜だよ。これも種ですね。これも種だよ。わらわお、これは落花生、きれい見れたよ、みなさん。ほんとにきれい出ました。お母さんも頑張ってます。あ、真っ暗なった。今日はここ家前のいろいろ植えたラオスの野菜も時間かかったですね。見て、これはオクラ、草ボンボン。今日はまた新しいのナスビ植えるけど、まだ植えなかった。ちょっと今日は暑かったですね。ちょっと頭痛い。これウリちょっと病気になった。ちょっと葉っぱ黄色い。一回さっきナイプってないや。あんま良くない。今年私の野菜見て、毎日さすまいも一生懸命切って、まだよ、あっちもこう後ろもある。また明日も切ります。わー、すごい。